まで、全員が走ってデモンストレーションを行いたいと思います。まずですね、皆さんから向かって左、国際 B 級の小倉選手です。小倉幸太郎選手で、今年から国際 A 級に昇格しました武田義人選手です。今まだ15歳、そしてその隣が、今年から国際 A 級ですね、藤川誠也選手14歳です。で、今年から、スーパークラスに昇格しました久岡浩二選手です。昨年の国際 A 級チャンピオンですね。そして、今年もゼッケン5番になります。もういらん柴田明選手です。はい、4年連続で1番をつけます。5年目の1番をつけます、小川智之選手です。お願いいたします。この6人でちょっと、皆さんの要望とか僕が作るちょっとコースを走ってもらいたいと思います。順番はそうですね、この順番で、トライしてもらおうかな。まずはちょっとここの斜面を使って、若干地味なコースでまずは模範走行してもらいたいと思います。ちょっと まず僕のリクエストからなんですけど、ちょっとここの斜面で、皆さんも、はい、今年からですね、ベルティゴに乗り換えて桜田選手にやるんですけども、拍手でお願いします。Get low.
サポート。頑張れいけんぞ。まあ、ここから、まあ、沢岡選手からここから、飛んでほしいという要望を出して、今柴田選手がちょっと角度を変えてきてラインを見て飛んでくれるか、飛んでくれるか、あかなり遠い感じ。いけいけ。
頑張れ。Thank you.
ラクターの組み立てが変わるんで、そこをまず調整できないか。あー、キラー、キラケースからのピンクのボッチ登れるか。コージパッチあー、キラー、この選手惜しかったです。滑る路面からのスタートにもちょっと苦戦してるような感じかな。滑る路面でこうアクセルやっぱ上げてクラッチミートするときにやっぱ滑ってますね。怖いわ怖いわガッチの竿立ちなんてめっちゃ見られへんで俺やったら絶対手間違いないクリーンダスでしょ。勝ち。
秋山頑張れ。